リビさん、こんにちは。今回もステーキングプールの情報を送っていただきましてありがとうございます。非常に分かりやすくてですね、多くの方の参考になっているのではなかろうかと思います。ところでもうご存知だと思いますけども、ビットポイントジャパンによってですね、この暗号通貨取引所なんですけども、今月の下旬にカラダノエダのやっぱ日本国内での取引、いわゆる上場が開始されるということでございますので、非常に楽しみですね。こちらの方について何かね、お気持ちあればお寄せいただければと思います。もちろんね、今まで通りエポックの情報を送っていただくだけでも十分ですので、今後もよろしくお願いしたいと思います。それではね、朗報とともに、今回の返信メッセージとさせていただきました。ありがとうございます。明日から順番に280エポック、281、282と公開する予定でございます。それではまたよろしくお願いします。